インタラクティブデータランゲージは科学技術計算でよく使われるデータ分析用プログラミング言語である。なおインタフェース記述言語も IDL と略記されるが全く関係ない。本記事ではインタラクティブデータランゲージの意味で IDL という略称を使用するものとする。IDL はベクトル化された数値を扱う対話型の言語であり、大量のデータを対話的に処理するのに使うのが一般的である。構文はフォートランに近く、一部 C 言語に似ている。IDL は VAX VMS のフォートランから発祥しており、構文にもその痕跡がある。X=find gun 10、Y=sin X、プロット X、Y。ここでfind gun という関数は、不動小数点数の一次元の配列を返すもので、その値は0から始まる整数の列と同じである。上の例で2行目は、ベクトル化された処理を行っており、1行目で生成された100要素の配列全体を処理している。これは、汎用の配列プログラミング言語と似ている。この例では、0除算も含まれている。その場合 IDL は、算術オーバーフローを通知するが、配列 Y の対応する箇所には NaN を格納して処理を続行する。NaN は3行目のプロットコマンドで描画する際には無視される。他の多くの配列プログラミング言語と同様、IDL のベクトル操作は非常に高速だが、配列の各要素に個別に処理をすると非常に遅くなる。したがって IDL を使うなら大量のデータにベクトル処理を施す場合が適している。IDL の元となったバージョンは1970年、コロラド大学ボルダー校の大気宇宙物理学研究所が開発した。LASP のデビッド・スターンは科学者が自分でプログラミングして仮説を検証したりアプリケーションを修正できるようにするプロジェクトに関わっていた。スターンが開発した最初のソフトウェアルーファスが後の IDL につながっていった。ルーファスは PDP-12 で動作する単純なベクトル計算機であった。ルーファスを PDP-8 に移植したのがマーズマリナースペクトラムエディターである。エンメドはラスプの科学者らがマリナー7号とマリナー9号のデータを解析するのに使った。その後、スターンはソルという言語を書いた。これも PDP-8 上で動作する。ルーファスやエンメドが電卓的だったのに対して、ソルはフォートラン風の構文の本格的プログラミング言語になっていた。ソルには配列処理機能だけでなく、簡単なグラフィック機能もあった。1977年、スターンはラスプを離れ、リサーチシステムズインクを設立した。RSIの最初の製品は、PDP-11 向けの IDL であった。この時点で IDL がサポートしていたグラフィックスは使える端末が限られていた。RSI はこの最初の IDL のライセンスを1979年に NASA のゴダード宇宙飛行センターとボールエアロスペースに売却した。2年後、RSI は最初の VAX VMS 版 IDL をリリースした。これはVAX-11 マクロとフォートランで書かれていた。VAX の仮想記憶と32ビットのアドレス空間を活かした製品である。アメリカ大気研究センター、ミシガン大学、コロラド大学ボルダー校、アメリカ海軍調査研究所などがこのバージョンから IDL を使い始めた。1987年、RSI は Unix 向け IDL の開発に取り掛かり、VAX 版をそのまま移植するのではなく、完全に C 言語で書き換える必要が生じた。スターンとアリ・バーミーが 3-3 向けに IDL を書き直したが、同時に言語の仕様も改良した。その後、IDL は拡張と各種プラットフォームへの移植がなされ、Linux、Microsoft Windows、Mac OS などでも動作するようになっていった。1992年、IDL にウィジェットが追加され、イベント駆動型のグラフィカルユーザーインターフェースのプログラミングができるようになった。1997年、Web サーバ上で動作するイオンが商用リリースされた。IDL で書かれたアプリケーションENVIは1994年にリリースされた。ENVIを開発したのは、ベターソリューションズコンサルティング LLC で2000年10月、RSIと同時にコダックがENVIの権利を買収した。それ以前、RSIは BSC とのライセンス契約に基づいてENVIの販売、マーケティングサポートを行っていた。1997年には IDL に限定的なオブジェクト指向機能を追加している。IDL は宇宙開発関連で広く採用されている。欧州宇宙機関はジオットが撮影したハレー彗星の画像をほぼすべて IDL で処理した。ハッブル宇宙望遠鏡の主鏡の不具合を調整する際にも IDL が活用されている。1995年、スペースシャトルの乗組員がノートパソコンに IDL をインストールして携行し、紫外線放射の研究に使用した。また、ステレオの設置の収集データの分析にも IDL が使われている。RSIは2004年3月、ITT の完全子会社となった。2006年5月15日、RSIは ITT ビジュアルインフォメーションソリューションズに改称された。さらに2011年10月31日に分社化の結果、XRIS、ビジュアルインフォメーションソリューションズとなった。IDL は対話的に利用する場合は便利だが、大規模なプログラムを構築するのが難しい。名前空間が単一である点も問題だが、オブジェクト指向機能を使えば、問題を若干緩和できる。配列の配列を作れないといった問題もある。配列は参照渡しされ、サブルーチンで生成した配列を返すことが可能だが、渡す前に配列のコピーをして、配列範囲から変数が溢れないようにしている。これは驚き最小の原則に反している。出自が実用本位であるため、様々な過去のしがらみが残っており、プログラマがそれに個別に対処しなければならない。例えば、配列のインデックス指定とサブルーチン呼び出しは括弧も含めて全く同じ見た目にできる。この曖昧さとすべての変数やサブルーチンの名前空間が単一であることから、新たに変数やサブルーチンを追加する際は、名前が衝突しないかを毎回調べる必要がある。このため、配列のインデックス指定には、各括弧を使うようにしているプログラマが多い。同様の配慮は、コンパイラディレクティブを使う際にも必要となる。IDL を開発したRSIは、他の環境とのデータ互換を防ぐ、明示的措置をとっている。IDL がセーブするデータファイルのフォーマットは単純なタグ付き、データ構造であり、その詳細は非公式に公表されている。しかし、そこには次のような文言がある。IDL のセーブ、リストアファイルは、IDL プログラムの公表されていない、独自情報である。したがって、このファイルのリバースエンジニアリングは、IDL のエンドユーザーライセンス契約に違反する可能性がある。RSI 以外が提供するソフトウェアがこのファイルの読み書きをする場合、RSI とのライセンス契約が必要である。以下のグラフィックスは IDL を使って生成されている。ありがとうございます。